こんにちは、ファーマー京太です。以前まで、アメリカ研修地での様子を、YouTube にアップしてたんですけど、最近何本かもう上げさせてもらってるんですけど、もう実は日本に帰ってきてて、父親が経営する養鶏場に、今就職し直して、そこで今働かせてもらってます。でまあ、父の養鶏場も、僕が日本にいる時と鳥の飼育数が増えたりであったりとか、養鶏場も増えたりとかであったりとかで少し忙しくなっていたので、自分もあの YouTube を、動画をアップする時間がなかなか見つけられなかったのと、あとやっぱり仕事に慣れるのに、ちょっと時間が経ってしまったので、全然更新できていませんでした。ですが帰ってきてから、あの自分がどんな研修を行っていたのかっていうのを、いろんな方の前で、動画を使って紹介する機会があって、その時に続けた方がいいよとか、自分のところもかっこよく撮ってほしいっていうふうに言っていただけたので、これからも続けていこうっていうふうに思って、またこれから動画アップしていきたいなというふうに思っています。まあ、それでですね、今後は、この養鶏業で、この養鶏場で働いている様子であったりとか、で今ここ僕が今座ってるところも、日本に帰国してから、従業員の方たちと一緒に作った新しい平飼い鶏舎なんですけど、それができるまでの様子であったりだとか、あとアメリカとあと日本で帰ってきてから、農家の方たちにインタビューしてる動画があるんですけど、それをまたアップしていきたいなっていうふうに思っています。僕の、この動画アップする目標として、少しでも多くの方々に、農業に興味を持っていただきたいなっていうふうに思っているのと、まあ、今僕は、楽しく農業をすることができてるんですけども、それはあの父のおかげであったりとか、研修先のブルーベリーファームのおかげであったりとか、いろんな方々に助けてもらいながら今楽しく農業してるんですけど、まあ、少しでもそれをシェアして、いろんな方に、農業に携わったことない人たちにも農業を持ってもら、農業に興味を持ってもらいたいなっていうふうに思って、それでその助けになればいいかなっていうふうに思っています。でまた、これは僕の希望というか夢なんですけど、アメリカで研修してた時、やはり僕は日本で、まだまだ若手ですけど、見てきた農家さんたちと、アメリカの農家さんたちとはまた考え方とか、野菜の育て方であったりとか、動物の飼育方法であったりっていうのが少しずつ、違って見えたので、海外に行って向こうの農家さんたちにインタビューであったりとか、向こうの農場の様子っていう風にも、このコロナが落ち着いたら、インタビューしていきたいなっていう風に思っています。今後ともよろしくお願いします。よければグッドボタンの方とチャンネル登録よろしくお願いします。では